逃げるなら今のうちじゃ。逃げるかい、臆病者。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。潮見送りに目を落とせ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。これで最後じゃ。
どう？しまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならばせし、ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。ボロキレが。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。首を落とせ。止めろ。やろう。投げ
女をすぐさま離せ。存じませぬが、誠にかたじけのうございます。やめてくれ。ゴジヒよ、Thank you.
止めようとしたんじゃ。されど、されど。そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。貫く心の像がもう一つあったか。ここまでだ。
地へ行きよった。なんでみんな殺しちまわねえんだ？サドタ。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。
先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも。ち、武家様たちはどこにおったんだ。信殿、大事ござらぬか。我らは愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。もうやめとくれ。そう遠くまでは行くまい。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。切り裂け。抜けの殻だ。臆病めら。くんじゃねえ。今どけてやるから落ち着け。おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちて。しくしょう、戻ってきやがれ。こっちだ、小僧。うわ、出しておくなという言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれちまうぜ。さっさとやっちまえ。そうですかい。もう一発で。くっつけろ。落ち着け。もう大丈夫だ。
あそこだ、仕留めろ。逃げろ。先へ行かねばならん。もっと早く。さもなくば恐れながら進め。いやいや、手を狙え。手を。たとえ死と隣り合わせであろうと。頭をお見送りやれ。一斉にだ。まさき、幾日かこれほど若くして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者。